静岡県の文化財。静岡県文化財課の安原です。皆さんは静岡県内に文化財がどれくらいあるか知っていますか？実は国や県が指定したものだけでも800件以上の文化財があるんです。1日1件見て回っても2年以上かかってしまいます。これから皆さんに静岡県内のさまざまな文化財を紹介していきたいと思います。とその前に、文化財ってどんなもののことを言うのか皆さんはご存知ですか？全国的に有名な観光名所、日本に一つしかないような希少価値が高いもの、実はある価値を持ったものが文化財と呼ばれているんです。その価値というのは、我が国の歴史や文化を正しく理解するためになくてはならないもの、将来の文化の向上発展の基礎となるもの、この2つの価値を持っているものを文化財と言います。ぜひ覚えておいてくださいね。簡単に言うと、地域の歴史や文化を説明する代表選手が文化財なんです。日本の歴史や文化を説明するとき、皆さんは富士山や歌舞伎、京都のお寺や綺麗な着物を着た舞妓さんの姿を思い浮かべますよね。静岡県で言ったら富士山、お茶、浜名湖、伊豆の海岸線などでしょうか。これとこれを並べると地域の特色を理解できる、そういったものが文化財なんです。文化財は歴史が古いだけというわけではなく、新しい文化の発展の基礎にもなっていきます。例えば国の無形文化財である歌舞伎は、昔ながらの演目も上演していますが、最近では宙をワイヤーで吊って移動するようなスーパー歌舞伎なんてものもありますよね。これまでの文化を下地にどんどん新しい発展をしているんです。文化財は地域の歴史や文化にとって財産であり、将来に向けての土台なんです。次回は文化財の種類についてご紹介します。